この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子の巣ポンポン、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とポンポン、今日の子は一番可愛いな。気持ち悪いよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬心美&今回初登場の新人助っ人ライター東條さとみ。今回は人気シリーズ3作目の「パチスロ戦国乙女2」での対決。乙女たちが微笑むのは魚拓か成瀬か。ルールはシンプルに最終獲得枚数で勝負。魚拓が頑張れば無夫婦女優君とあゆみちゃんがセクシーショットを拝ませてくれるぜ。ちなみにあゆみちゃんは体も心も柔らかい、今大ブレイク中の無夫婦女優。調子はどうですか？すごい悪い、超悪い。癒しが欲しい、癒しが欲しい。あら、そんなことより脱がせられないよ。うるせえ。そう、脱がすためには魚拓の勝利が必要。しかし今回は成瀬がチャンスゾーンからストックホールドダブル、それを2つとも勝利しボーナス2個ストック。こうなると成瀬は強い。新乙女ボーナスを2連チャン、さらにレアステージ有彩チャンスを引き当て、チャンス目一発であっさりストック特化ゾーン有彩バトルへ。そこでボーナス1つをストックし、さらに合計新乙女3回を含む4連チャンだったのに対し、一方の魚拓は開始から500ゲームいまだに当たりなし。さあどうなる？さあ後半戦は成瀬の連チャンが終了したところから再開。さあとりあえず成瀬が終わってくれたんで、あれが出続けちゃうともう俺勝ちの目がなくなっちゃうんですけど、終わってくれたんで当てれば今日は俺負けちゃいけないだろう、マジで。まあ見た目通りですよ。本当に折り目正しい子で、しかも話してる限りすごく頭がいい。今の欠点がないんですよ。もうないかな。そんな甘いもんじゃねえからパチスロって言えよ。なあ、甘えてんじゃねえよ。パチスロは厳しいんだぞ。見てたらよくわかります。